アントンは、ザクセン王国の第二代国王。全名は、アントン・クレメンス・テオドール・マリア・ヨーゼフ・ヨハン、エヴァンゲリスタ、ヨハン・ネポムク、フランツク・サーバー、アロイス・ヤヌ・アールで、オン・コと呼ばれる。ザクセン選定公フリードリヒ・クリスティアンの四男で、ザクセン王、フリードリヒ・アウグスト一世の弟。アントンは1755年12月27日。 フリードリヒ・クリスティアンとその日であった、神聖ローマ皇帝ンバイエルン選帝公家ある7世の王女マリア・アントーニアの第4子として、ドレスデンで生まれた。1781年10月24日に、ドレスデンで、サルデーニャ王、ビットーリオ・アメデオ3世の王女マリア・カロリーナと結婚したが、翌年彼女と死別した。ついで1787年10月18日に、ウィーンで、 神聖ローマ皇帝レオポルト2世の王女、マリア・テレジアと結婚した。1827年5月5日、息子のなかった兄、フリードリヒ・アウグスト1世の死去によって王いについた。アントンは1836年6月6日に、ピルニッツで死去した。最初の日カロリーネとの間に子供はおらず、二人目の日、マリア・テレジアとの間には一男三女が生まれたがみな、 誕生後2年を待たずに死去していた。そのため弟マクシミリアンの息子のフリードリヒアウグスト2世が多いを継いだ。ありがとうございます。